サファリアドベンチャーの動物廃棄施設と混ざったため、これでどうですかね。多分画質めっちゃ落ちるけど、画質はむちゃくちゃ落ちるけど軽くなったと思うよ。どうですか。画質はめちゃくちゃ落ちたと。どうですか。やっぱプレアカの人も見えにくいって言ってる。ドライロックガルチのギフトショップで新しい靴がたった50ドルです。オッケー。あ、画質。やっぱ画質低くすると全然大丈夫っぽいね。ニコ生が重いんだろうね。え、ないよ。もう一回。ここだよ、場所。レイチョーレイハウス。の裏。お知らせです。ヌカコーラ飲みコンテストの出場者は、全員損害賠償の。サファリアドベンチャーで隠れキャッピーを見つける。こいつだよ。レイチョーレイハウスの目の前っぽい。やっぱレイチョーレイハウスの目の前、だね。もう一回レイチョーレハウス行こうか。まずは方向が違うでしょ。これだよ、レイチョーレハウス。あえ？これの？え？出られなくなった。超ふざけてる。うわーい、そうだね、ファーストトラベルするしかないね。いや、どうにかして出会わないかな。おら、おら。コンソールコマンドって何？もういいや、もう、レチュレハウスね。ファーストトラベルして、どう？プトプト治りました。画質はめちゃくちゃ悪いでしょ。どう？画質めちゃくちゃ悪いよね。画質は悪いでしょ。でも画質は悪いでしょって、聞いてるんだけど。いやいや、画質落としたもん。それは軽くなるんじゃないの。でしょ。で、一回戻してみる。もう一回、もうちょっと立って帰っていいか。キャッピーどこ。なくない。ウシリのワイナ、イエーイ。よいしょ。よし。オッケー。
あとキャッピーもう一人だけ。あとキャッピー一人。そして今のが隠れキャッピー。今から言うような人たちです。この放送の一部はメガ整形外科センターの提供でお送りしています。ただいま顔面再構築手術が人気、目指すなら完璧を目指しましょう。それでは聞いてみましょう。ダニー K が文明について何を知ってるか。シビライゼーションって多分クアトリア、これとこれ、ね、あとはまだないのが2つだ。キャッピアと2つ。メダルあと3つ。292個目さえいらっしゃる。すごい人多いって何？よし、じゃあ行こう。そしたらここか。んちょっと現場まで行ってからにしよう。これキャッピーね。で缶詰工場の中でキャッピーを見つける。よし、缶詰工場まで行こう。あ、見つけてないか、歩いていかんていか。うん、解決したよ、ありがとう。そしたら行きましょうか。ルン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 うん、出口がわからない。出口がわからない。ここですね。ここら辺です。こうやってちょっとずつマーカーを近づけて。どこから出るの？やばい。出た、イエイ。あと歩いてくだけで大丈夫。葉っぱだけ。あ、缶詰工場か。うわ、ラッド嵐っぽい感じの色。うん、何もないよね、大丈夫で。あ、かわいい。うわ、なんかラット嵐っぽい。やばい。あ、来た。もうラット嵐だらけ。せっかくここまで歩いてきたのに。もう一回ラット嵐の中行こう。待ってられない。なんか嵐のためにいちいち虫の動きを止めるとか、ちょっとそれはめんどくさ。来て、キングダム来てよ。もうなんかいろいろ見つか、ヌカコーラの缶詰工場の内部を清掃、一掃する。え、一掃するってどういうこと。なんか嫌な予感しかしないんだけど。え、嫌な予感しかしないんだけど。あ、大丈夫だよ、元気。
お知らせです。お、びっくりした。そうそう、殲滅しろって。ルカワールドの従業員による安全と避難の指示にして。え、でも何をってなるよね。入り口どれだ。え、入り口がわからない。そこか。うわ、なんか嫌な感じ。何が出るんだろう。画質元に戻していい。一旦ロボだったらちょっと装備置いてきた。ヌカコーラワールドオブリフレッシュメントにようこそ。今ではヌカコーラクアンタムの川が流れています。やばい、あいつだ。やばいね、いる。マイアラークだ、マイアラーク。めっちゃ硬いの。硬くてなかなか死なないんだよね。打たれ強いやつ。ちょっとじゃあ画質戻しまーす。